えー、私は訪問介護の管理者をしています。私の訪問介護センターは、えー、就業時間が9時から18時となっていますが、従業員に問題のある人がいます。えー、その問題は、最後の訪問介護現場が16時半に終わると、事務所に戻らず帰ってしまいます。エロクさんならば、そういう従業員どういたしますか私は管理者になって1週間くらいなので、泊まっています、えー。私は管理者に向いてない時間がありますが、手取り3万増えます。えっと、なんで帰っちゃいけないのかが僕はわからないんですけど、その、帰って、 てくるというのをルールにするのは多分前もって決まってたからそれをそのまま多分やらせようとしてるんだと思うんですけど別にその訪問介護をしているお客さんがその高齢者の方からクレームが来てるわけではないのであればなんかその日報を書くとかは次の日でいいんじゃないかなと思いますけど そのえー、と一応、16時半に終わってで、1時間半働いてないじゃんっていうのが問題であれば、それは16時半で帰っちゃってるから、1時間半分っていうのは働いてないから、その分給料から引きますよっていうのを事務的にやればいいだけで、なので、なんかその、あのそのどういうルールにすべきなのかっていうのは、管理者が決められる立場なので。 んでその過去を踏襲するのではなく、帰りたいったら書いていいんじゃないのその分給料ねえけどってするのか、もしくはあの、これで日報を書くということが業務で、日報を書いてないのでは日報を書いてないということで、その勤務規定のうちのその注意勧告になりますよと。で、注意勧告4回やったら今度はなんか言及ですよみたいな形で、そのなんかあの、要は、 えっと、これをやってくださいっていうのをやってくれないのであれば、じゃあ罰則を発動させるっていうのにするか、もしくは実態として別に16時半に帰っても何も損しねえよ、問題ねえよっていうのであれば、なんか早めに帰れてよかったね、お疲れお疲れっていうだけでもいいんじゃないかなと思いますけど。